戦力外捜査官、はい、泣く子は目立つ、備えあれば嬉しいな、うん、関根勤扮する南新流空手道場巨神館の道場主金城新十郎がね、まさにコメディーリリーフとしてなかなかの存在感。まあね、完全に関根さんがあの格好で出てきてる時点でもうコメディーなんでね許されるんじゃないかなと。コメディアンよく出てるじゃないですか、うん、新喜劇の小籔であったりとか、うん、TKO の木下であったりとか、うん、小籔くんの場合はね、うん、芝居もできる方やと思うんですけれども、うん、大阪弁でやらしてもうてはって、そう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 、で存在感十分出てるんですけれども、うん、TKO の木下ね、せっかくなんで、うん、もうちょっと関西弁の役とかやらしてもらえればええのになと思うんですが、なんか標準語ですし、うん、なんかそんなにあいつ凄むイメージもないじゃないですかそれができれば役者としてもできるのかもしれないんですけれども、うんうん、もうイメージと全然違うっていうのが僕ら見ててもね、ちょっとしんどいかなっていうのはあるんですけどもね、うんうん、まあ確かにね、小籔千豊の方はね、まあバラエティなんかでも出てるああいういわゆる文句いいというか、そのキャラまんまの役どころ、はい、でも木下隆之の方はまさにお笑い芸人でなくてもよかったんじゃないかっていうような、いわゆる刑事らしい刑事、はい、まあ基本的には容疑者を落とすところに長けているっていうことだから、徐々にね木下らしさっていうのが出てくるっていうことを期待したいんだけど、うん、そうですね、はい、うん、でとにかく全体的にはいわゆるベタな笑いどころっていうのも豊富で、まあこのあたり原作は推理作家似鳥慶の小説戦力外捜査官姫高海月ちなみと、その続編神様の値段戦力外捜査官2なんだけど、実は脚本がポイントで、なんと鴻上尚史、はい、言わずと知れた劇団第三舞台の主催で劇作家であり演出家、そんな鴻上尚史自身のコメント、はい、連続テレビドラマの脚本を手掛けるのは初めてですが、僕自身がワクワクしています。なんで今までお声をかけてくれなかったのか。一度単発のテレビドラマで一緒に仕事をした制作チームで、その時の本の打ち合わせをしていても納得できる話ができ、信頼もして作品が作れたので、今回も一緒にやっていけると思いこのドラマをお受けしました。まあそれはね、2012年7月日テレで家族化しますファミリーコンプレックス、玉木宏主演のドラマだったんだけど、うん、まあそれがきっかけ。でもその連ドラのね脚本が初めてっていうのは意外ですよね、うん、で舞台では2時間ちょっとかけて一つの物語が進みますが、テレビドラマは放送時間が1時間という時間なので、その中にいろいろなものを入れるという大変さはあると思いますが、原作の力を借りて今までにない刑事ドラマを作りたいと思いました。確かにそういう部分ありますよね、うん、ただそれにしてもこの前どうしても気になったのが、あの設楽刑事の出番が少なすぎ。そうですね、うん、ノックアウトゲームで被害を受けたっていう役どころなんで、病院のベッドの上のシーンが多かった、はい、でもそれは逆に言えばそういう設定にしなければいけないほど高弘のスケジュールが取れなかったんじゃないか、うん、まあなんといってもね、エグザイル年末年始は生放送の音楽番組とかが目白押し、うん、でそれによく考えれば主演の武井絵美ちゃん、その前のクールはね月9の海の上の診療所に出ていたわけで、うん、瀬戸内海でのロケも結構あった。ということは戦力外捜査官へのクランクインっていうのもそんなに前のことではなかったわけで、うん、だから本来なら歌手のエグザイル高弘を使うんであれば、年末年始に撮影スケジュールを入れるっていうことは多分せずに前倒しにしてクランクインを早めるっていうことで切り抜けるはずなんだけど、武井絵美との絡みでそうはいかず、まあ泣く泣く第3話にしてツートップの一人がね、あれほどの出番の少なさっていうことになってしまった。まあね、いろいろ事情はあるんでしょうけれども、最後にね、ちょっとかっこいいシーンも出てたんでね。そう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 。まあ不安の人はあれ見たら納得してるんじゃないかなと。で、気になる視聴率は、第1話 13.3 から第2話 13.1、第3話 11.1 と、まあとりあえずは2桁キープ。まあもうちょっと頑張ってほしいですけどね。さて、そんな戦力外捜査官には、今回もあの方からメールが、はい、結局、備えあれば嬉しいなの意味がいまいちよくわからなかった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。戦力外捜査官第3話。今回はノックアウト犯罪を動画投稿する犯人の捜査でしたね。その中で海月警部が犯人への対決を挑む動画を投稿するという場面がありました。同じように捜査側が犯人に戦いを挑む宣言をする映画といえば、豊川悦司主演の犯人に次ぐを思い出します。
こちらは連続殺人誘拐犯を逮捕するため、マスコミを通じて情報を集め、犯人に呼びかける劇場型捜査という手段を打つという展開です。この時の犯人はバッドマンと呼ばれており、どうも戦力外捜査官第3話に登場したピエロマンと被るものを感じます。で、その後の展開は、バッドマンを名乗る偽物が多数現れたり、警察批判の動きがあったり、これもどことなく戦力外捜査官と被るものを感じます。それでも日本の犯罪映画としてはかなり楽しめた作品だったと記憶しております。2007年の公開ですが、豊川悦司がこの映画で初めて刑事役を演じたというのがとても意外だったことを思い出します。戦力外捜査官も中盤に差し掛かり、仲間たちからの扱いにも少し変化が出てきたようです。今後どのようなチームワークで戦力外の警部が活躍していくのか楽しみにしたいと思います。まあせっかくなんでね、うん、木下演じる双葉刑事も活躍してほしいですねということで、うん、とにもかくにも戦力外捜査官、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。